こんにちは。僕は物心ついた時から朝にシリアル食べる感覚で人刺してたんですけど、普通にやるのも飽きてきたんで、最近はもっと刺し方にこだわっていこうって思ってるんですよね。あ、ちなみによく勘違いされるんですけど、刺すっていうのは全然変な意味じゃないので安心してください。ケロックはチョコクリスピー派のシリアルキラー、イエス、ケツ穴キラー、ケンデソウ。はい、ということで今回は実在した数いる殺人鬼たちの中でも、おもちゃ箱の殺人鬼、カリウド、黄金州の殺人鬼などの異名が付けられるほどとてつもなく異常性が高い殺人鬼について3体ほどご紹介していきたいと思います。デリック、デビッド・パーカー・レイ。デビッド・パーカー・レイは別名おもちゃ箱の殺人鬼の異名を持つシリアルキラーになります。彼は幼い頃に父親から暴力を受けており、物静かな性格であったことから学校でも女子生徒たちのいじめの対象になっていたそうです。そのような環境からか、彼は心の歪んだサディストになってしまい、彼は自身のサディスティックな欲求を満たすために女性をゴーマルおよび殺マルに及ぶようになりました。彼は犯行に及ぶ際、自身の持つトレーラーの中でことを行うのですが、このトレーラーの中にはムチやチェーン、注射器、クランプ、セーフなどといった無数のゴーマル器具が完備されていただけではなく、彼はこのトレーラーに当時の価値で2000万円程度かけた防音改造を施していました。そして彼はゴーマル器具のことを友人と呼び、彼の欲望が詰まったトレーラーをおもちゃ箱と呼んでいたそうです。そして彼は長年にわたりこのおもちゃ箱に女性を誘い込み、ゴーマルを楽しむと犯行が明るみに出ないように殺マルするか、記憶喪失を誘発する薬マルを投与してきたそうです。しかし1999年のある日、一人の女性が彼のおもちゃ箱から脱出したことでデビッドに調べが入ることとなり、デビッドとゴーマルされている女性が映されたビデオが見つかったことで彼は逮捕されました。また驚くべきことに、そのビデオには彼の娘や友人がゴーマルを楽しんでいる様子が残されており、これを証拠にレイの実の娘であるグレンダ・ジーン・レイを合わせた4人も逮捕されることになりました。その後 FBI はデビッドがこれまでに60人以上の女性を殺マルしたと考え、100人以上を動員する大規模な捜査を行いました。しかしデビッドの殺マルの証拠は何一つ見つからず、デビッドの殺マルを立証することは不可能に思われました。しかしその後裁判が行われると、デビッドは娘のグレンダの罪を軽くするために自身の罪を認めるといった内容の取引に応じたそうです。そしてデビッドは14人の殺マルを認めたことで、結果として娘のグレンダは懲役9年、執行猶予6年の刑となり、デビッドには懲役224年が言い渡されることとなりました。その後2002年にデビッドは刑務所内で心臓発作により亡くなっています。ロバート・ハンセン。ロバート・ハンセンは別名カリウドの異名を持つシリアルキラーになります。彼は幼い頃にニキビや喫音症だったことから女子生徒からいじめられていました。またその後彼は放火の容疑で逮捕されたことをきっかけに妻から離婚を求められ、女性に対して憎しみの感情を持つようになります。離婚後ハンセンはアラスカ州に移り住むのですが、そこで彼は恐ろしい狩猟の虜となってしまいました。というのも当時飛行機を所有していた彼はバイ・マルフを金で呼び出すと、人里離れた自身の小屋まで連れて行き、女性を小屋近くの荒野へと解き放ち、人間狩りを楽しむようになったのです。また警察は1980年頃からバイ・マルフが次々と行方不明になっていたことは把握していたそうなのですが、トラブルの多い職種であることからよそに移ったのだろうとこの状況を軽視していました。しかし計4人の銃で丸された行方不明者の胃丸が発見されたことで、警察は一連の行方不明事件を殺丸事件であるとして調査を始めます。そして1983年、手錠をかけられた一人のバイマルフがハンセンに生かされかけたとして警察に助けを求めに現れました。彼女の話によると、仕事でハンセンに会うと拳銃で脅された彼女はハンセンの家の地下で首輪と鎖を繋
がれ、性的暴行を加えられたそうです。その後、小屋に向かうために準備をしているハンセンの隙をつき、ここまで逃げてきたとのことでした。しかし、警察がハンセンに事情を聞くと、彼女が交渉で決めたことに応じず、それゆえに単に問題を起こしたいだけ、と述べ、容疑を否認しました。その際、彼の柔和な物腰と周囲からの強いアリバイもあり、以降の捜査は行われませんでした。しかし、その後、FBI が一連の殺人事件の犯人をプロファイルしたところ、ハンセンの存在が再び浮上したため、彼の家の家宅捜索が行われました。すると、彼の家の屋根裏から被害に遭った女性のものと思われる戦利品、もとい宝石類と、犯行に使われた銃器、そして、イマルが見つかった場所と同じ場所に×印のついた地図が見つかりました。証拠品を押さえられたハンセンは、初めのうちは容疑を否認していましたが、次第に女性を非難しながら自分を正当化し始め、最終的に容疑を認めました。その後、司法取引を持ちかけられたハンセンは、17人の犠牲者たちのイマルを埋めた場所を明らかにしますが、そのうちの12件は警察でも把握しておらず、警察の調べでは少なくとも30人以上の殺丸に及んだと考えられています。そして裁判の結果、ハンセンには禁錮461年が言い渡され、その後はいくつかの強制施設に移された後に、2014年に75歳で亡くなっています。ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロ。ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロは別名ゴールデン・ステイト・キラーの異名を持つシリアルキラーになります。1974年から1986年までの間にカリフォルニア州では3つの連続殺丸事件が発生しており、犯罪の傾向や発生した地域ごとに犯人像に対しイーストエリアのゴーマルマやバイセエリアの略奪者などといった異名が名付けられていました。またこれに対し犯人はマスコミに手紙や電話で、俺がイーストサイドのゴーマルマだ、俺を捕まえることは不可能だ、殺してやると挑発的なメッセージを送るなど大胆な行動をとっていたにもかかわらず、警察は事件解決の糸口を見つけられないまま20年の月日が経過してしまっていました。そして2001年、 DNA テクノロジーの進化によってこれら全ての犯罪が同一犯のものであると判明すると、一連の事件の犯人はゴールデンステイトキラーと呼ばれるようになり、2016年には5万ドルの懸賞金がかけられることとなります。その後、犯人の DNA ケースからゴールデンステイトキラーイコール元警官のジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロである可能性が浮上すると、警察は彼の車やゴミなどから DNA を採取し、その DNA 証拠に基づき2018年4月に8つの一級犯罪で彼を起訴しました。そして驚くべきことに、事件当時彼は警官という職務についていながら、少なくとも13人の殺丸、50人以上の性的暴行、その他120件以上の罪を犯していたことが明らかとなりました。また彼の起訴に対し、当時事件を担当していたホールズ元刑事は、我々には8000を超える容疑者のリストがあった、しかし我々捜査員一人一人が努力してあげた全ての容疑者の中に彼の名前はなかったと驚きながら語っていたそうです。またディアンジェロが数々の罪を犯した理由には、幼い頃に妹が性的暴行を受けるところを目撃してしまったことや、父親から逆丸されたことにより人間性が歪んでしまったことが原因ではないかと考えられています。とはいえ、彼がどのような生い立ちであっても、当然ながら彼の犯した罪が許されることはなく、有罪が決まれば彼には仮釈放のない終身刑、もしくは死刑判決が下ることは明らかとのことです。また彼は法廷で老年性の認知症を患ったひ弱な老人を装い情状酌量を狙ったそうなのですが、担当保安官が逮捕前に彼が釣りをしていたことやバイクで高速道路を走っていたことを証言したため、彼の苦し紛れの演技は看破されました。ちなみにこの裁判の判決が出るまでには10年かかり、納税者には2000万ドルの負担がかかると言われています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て何派でも構わないが、コーンフロスティへのリスペクトだけは忘れるなと思ったケロッグの歴史を知る者かっこ知らんけどは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にも色々やってるので概要欄のチェックもよろしくです。おい。